本日は鉄道博物館鉄道ジオラマにお越しくださいまして誠にありがとうございます。この後運転プログラムを開始いたします。プログラム中は演出上照明が大変暗くなります。お足元や貴重品には十分ご注意ください。またジオラマ室内でのカメラのフラッシュ撮影はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。それではお待たせいたしました。ただいまより運転プログラムを開始いたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんは鉄道がどのように一日を過ごしているかご存知ですか？朝早くから夜遅くまで休むことなく走る鉄道。今回のプログラムでは早朝から夜中にかけての時間を追って鉄道の一日をご覧いただきます。明け方まだ暗い中央の駅を緑の帯を巻いた E231 系山手線とスカイブルーの帯が鮮やかな E233 系京浜東北線が出発しました。2つの車両は人と環境に優しい車両をコンセプトに開発された JR 東日本が誇る通勤電車で、主に通勤・通学の足として首都圏を走ります。さて、続いては新幹線が出発です。新幹線の始発は朝6時。中央駅を出発したのは E5 系はやぶさと E6 系こまち。宇都宮盛岡間は日本最速の時速320キロで走ります。スピードだけではなく車内の快適性向上や消費電力の削減などさまざまな最新技術を導入したまさに現在の夢の超特急です。それでは皆様、僕のスクリーンにご注目ください。この後、はやぶさと小町が僕の駅に停車をするようです。新幹線ホームではフラッシュを焚いてはやぶさ小町の到着を待っているお客様もたくさんいらっしゃいます。ここから赤い小町は在来線を通り秋田を目指し走っていきます。一方緑のはやぶさは青函トンネルを走り抜け北海道の新函館北斗へと向かいます。このような新幹線車両の切り離しや連結は主に盛岡駅や福島駅で見ることができます。さて、明るくなった中央の駅からは旅を楽しく演出する特急列車が出発するようです。左手に出発したのは X と愛称でおなじみの特急成田エクスプレス。大阪や新宿、横浜などの首都圏各地と世界への玄関、成田空港を結んでいます。赤は太陽、白は北極や南極の氷、黒は宇宙をイメージした斬新な塗装が特徴です。ママ続いて中央駅から出発した白と藤色の列車は E351 系です。今年の3月16日までスーパーアースタとして活躍をしていました。
現在はこの車両に代わりに E353 系がスーパーバスとして皆さんの快適な旅を支えています。カーブが多い中央本線を走る途中はスピードを落とさずスムーズに走れるように最新技術を導入し、乗り心地が良くなることを目指しています。鉄道はカーブの他にも急な坂道が苦手です。今度は坂道に強い鉄道の紹介をします。皆様、左手奥の坂道にご注目ください。アフト式の車両が出発しました。アフト式とは、歯型のついたラックレールを線路の真ん中に敷き、その上を歯車のついた機関車を走らせ、ラックレールと歯車を噛み合わせながら坂を登る方式です。では次に、その下にある坂にご注目ください。行ったり来たり、進む方向を変えながらジグザグに坂を登るようにしているのはキハ58形式ディーゼルカーです。山の下から上まで一直線に線路を敷くと急な坂になってしまい、車両が走るには危険です。このように線路をジグザグに敷くことで坂を誘導することができ、安全に走ることができます。こちらも山を越える方法の一つで、スイッチバックと言います。東京に近いところでは箱根登山鉄道にこのスイッチバックがあります。さあ、この後はだんだんと日が暮れてくるようです。特急列車も出張帰りのお客様まで各地へ帰っていくようです。中央の駅より E657 系特急日立が出発しました。 E657 系は東南線の特急として運行されていた車両の置き換え用として製造されました。先ほどご紹介した新型ナビダイエスプレスにも採用されているフルアクティブサスペンションを搭載し、乗り心地が改善されました。そして夕方から夜にかけては仕事を終えた人たちなどが家へ帰るために、再び通勤列車が活躍します。早くないよこれ。オフィス街で働く人を乗せて E231 系東南新宿ラインが出発しました。こちらは通勤電車でありながら比較的長い距離を走る路線に対応した近郊型と呼ばれるタイプで、車内にはオフィスシートや車椅子対応トイレが備わっているほか、2階建てのグリーン車も連結されています。また上野東京ラインとしても活躍をしていて、鉄道博物館のこの線路で見ることもできます。それでは皆様、今度はジオラマ左手青津ヤードにご注目ください。右手に向かって出発したのは貨物電車 M250 系スーパーレールカーズです。お客様を乗せるだけではなく、このようにたくさんの荷物を運ぶのも鉄道の大切な役割の一つです。夜も更けてきました。中央の駅からは東北を目指す寝台特急が走り始めます。右手に出発したのは東京から出雲市を結ぶサンライズ出雲と、途中の岡山で渡る高松を目指すサンライズ瀬戸です。今では残り少ない夜行列車になりました。
では車内の様子を見てみましょう。このようにベッドが備えられていて寝ることができます。他にも車内で快適に過ごすことができるよう住宅メーカーも販売時の内装の整備に参加をしています。さて、最終列車が出発し、長い一日が終わりました。しかし、真夜中でも鉄道の仕事が終わることはありません。深夜、列車の運行が終了した線路上では、線路のメンテナンス、保線作業が行われます。また、保線だけではなく、大きな工事もこの時間に実施されます。上野東京ラインの工事は、上野から東京の空中に線路を施工した大規模なものでしたが、昼間の列車を一度も運休することなく完成しました。毎晩このように工事を進めていたからです。眠らない夜を終え、再び朝を迎えました。今日も通勤列車が運行を開始しています。新幹線ホームからは E7 系かがやきが走り出します。北陸新幹線 E7 系のクランクラス車両は元金沢のイメージに合わせ和風にアレンジされました。東京駅には専用の待合室も用意されています。鉄道は毎日朝から夜まで休むことなくお客様を乗せ荷物を運び、私たちの暮らしを支えています。そして皆さんが寝静まった後も安全を守るため駅や線路の点検を行っています。今もどこかでお客様を乗せて活躍している列車だし、皆さんもそんな夢を運ぶ列車の旅、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。以上をもちまして、日程プログラムは終了となります。最後までご観覧いただきましてありがとうございました。では、ご参加の際はお忘れ物のないよう、十分ご注意ください。